スバルは東京オートサロン2022にて STIE-RA コンセプトをはじめとする車両模試を展示します。STIE-RA コンセプト世界初公開。スバルは同社のモータースポーツ統括会社である STI、スバルテクニカインターナショナルと共同で2022年1月14日から16日に幕張メッセ千葉県千葉市で開催される。 東京オートサロン2022に出展するブースではカーボンニュートラル時代に向けたモータースポーツ車両のスタディモデルとなる STIE-RA コンセプトを世界初公開するまたさらなるスポーティーさと楽しさを追求し STI パフォーマンスパーツを装着した WRXS4 に STI パフォーマンスコンセプトレボーグ STI パフォーマンスコンセプト、スバル BRZ STI パフォーマンスを展示する。2021年にクラス優勝を果たしたスーパー g t 3戦車の、スバル BRZ GT3002021 の実写展示も行う。東京オートサロン2022出展車両の詳細、STIEE-RA コンセプト、世界初公開、STI は、 カーボンニュートラル時代に向けてモータースポーツの世界で新しい技術の経験と修練を積むことを目的に新プロジェクトを立ち上げた当プロジェクトで開発を進めてきた STIE-RA コンセプトを初公開する WRXS4 STI パフォーマンスコンセプト WRXS4 STI スポーツ R グレードをベースに、チェリーレッドのアンダースポイラーなどの STI、パフォーマンスパーツを装着。さらに、カーボンリアスポイラーや、パフォーマンスマフラーを特別装備した、コンセプトモデル、レォーグ STI、パフォーマンスコンセプト、レォーグ STI スポーツ R グレードをベースに、チェリーレッドのアンダースポイラーなどの STI、 パフォーマンスパーツやワゴンならで使い勝手を向上させるアイテムを装着。さらに、パフォーマンスマフラーを特別装備したコンセプトモデル。スバル b RZSTI パフォーマンス。スバル b RZS グレードをベースに STI パフォーマンスパーツを装着。随所にチェリーレッド装飾を施し、運転の楽しさを表現するパーツカスタマイズモデル。 スバル BRZ GT300 2021スーパー GT2021 GT300 クラスシリーズチャンピオンマシン